おはようございます。今日はですね、今現状の僕の思いをちょっと話させていただければなと思います。おばあちゃんのことで介護事業所運営してる友達とかともいろいろ相談しながら今過ごしてるんですけども、その中で僕の中で救われた言葉を今回お話しさせていただければなと思います。おばあちゃん今入院してるんですけども、3月のお話なんですけども、今現在撮影してるのが4月なんですけども、3月うちかなりちょっと正直 EV の業務が忙しくてですね、もう本当に僕自身、弟自身ももうおばあちゃんのことと仕事で結構パンクしそうな1ヶ月でした。まあ病院でちょっといろいろありまして、まあおばあちゃん本当に家帰りたいっていうので、おばあちゃんがもう点滴自分で引き抜いて、もう血まみれの状態で、看護師さんのとこに行って帰りたいって言って徘徊したりだったりとか、もうあとはですね、まあ、おばあちゃん普段ロレックスつけてるんですけども、それも MRI か何か取るときに外しといてくださいって言われたんですけど、一向に外さず説得してやっと外したけども、今車椅子で移動してるんですけども、車椅子のとこに隠して、でその車椅子のところもやっぱり危ないから、なくなったらダメだから病室にきちんと貴重品ボックスの中に入れといてくださいって言われても、なんでかわかんないですけど、まあそれもなぜそういう行動を取ったのかちょっとわからないんですけども、まあ、時計、まあ、つけてる時計をティッシュに丸めてゴミと一緒に置いてたみたいなんです。でおそらくなんですけども、まあ、多分誰かに取られるんじゃないかだったりとか、そういう心配で、まあ、ゴミっぽく見せたのかなと思うんですけども、MRI 取ってる時に、看護師さんたちもわからないから、ゴミ片付けたりいろいろしてくれてる時に、これも間違えて捨てちゃったみたいなんです。で、もう、病室で大騒ぎになって、電話かかってきて、で、ゴミ収集所、病院のゴミ収集所に急いで行って、で、袋全部開けていって、あ、見つけたっていうので、見つかったんですけども、すごいいろいろな方に、ご迷惑かけながら、今、病院で過ごしてます。本当に、ご迷惑と助けてもらいながらっていう表現が一番いいのかなと思います。そういうことで、もう本当に、看護師さんとかからも連絡があって、なんとか説得してほしいだったりとかっていうので、で、うちの業務も被ったり、3月の繁忙期で、業務の忙しさと被ったりで、もうほんと結構、精神的にも割とパンク寸前やったんですね。で、その中で、僕が救われた言葉をお話しさせていただきたいと思います。まあ、介護事業所を運営してる友達に、今後の手続きやったりとか、いろいろ相談したときに、まあ僕、ふみって呼ばれてるんですけども、幼馴染からですね。ふみ、自分の生活が崩壊せえへんためにも、プロに頼るのって何があかんの？何をそんなにためらってんの？って言われたんですね。で、まあ確かにっていう、なんていうんですかね、ちょっと衝撃っていうか、やっとなんていうんですか、気持ちが楽になった言葉やったんですね。まあ僕たちで言うと、部屋が片付けられない方が僕たちを頼るのに何がそんなにダメなの？なんで片付けできない人が自分でやらないで僕たちプロに頼ったらそんだけ批判されるのだったりとか、いろいろ普段発信してるんですけども、まあ、全くそれと一緒で、介護士さんだったり看護師さんの意見も同じだと思うんですね。二見さんの生活がこのままやったら本当に崩壊しますよ。そのために私たちいるんですから頼ってください。この言葉にすっごい救われたんですね。ツイッターでもつぶやいてて、まあ、このあたり出しておきますけども、ツイッターでもつぶやいて、たくさんの DM、励ましの DM いただいて、ある看護師さんからですね、こういった DM いただいたんですけども、この DM でも僕もすごい弟と一緒に気持ちが楽になって、普段こういう仕事してるんですけど、なぜか、自分の家族ごとだったりとかは、自分たちでできる限りやっぱりしないととかっていう、無駄な、っていう、なんて言うんですかね。建前っていうんですかね。多分、建前に近いような気はしますね。世間体とか。そんな気がします、なんか。おばあちゃんほったらかしてとか、おばあちゃんのことをとか。もうそれを僕ら親戚から散々ずっと言われ続けてたので、昔から。でも、
僕たちもやっぱりこういうことしてる、こういうことしてる、こういうふうなことしてるっていうのをいちいち親戚にも言わないですし、はいはいはいっていうので聞いてた立場やったんで、なので、まあ、そういったことがずっとあったりもしてて、なんとかおばあちゃん自分たちで自分たちでっていうのが、その気持ちが多分めちゃくちゃ強く出過ぎてたのかなと思います。で、知らず知らずのうちに無理してたのかなっていう感じもします。なので、本当に、介護だったりとか生前整理って僕たち今発信してますけども、すごい一個一個手続きにも時間かかりますし、家族誰か代表して一人が負担っていうのは絶対にやめたい方がいいと思います。もうその人に対する負担があまりにも大きすぎます。自分で多分自分の生活が崩壊しないために人に頼るのが何がダメなのっていうふうに言い聞かしても、あまり多分心にしっくりこないと思うので、僕は第三者から言われてすごい楽になったので、この動画を通して皆さんに本当にこの言葉を伝えたいと思います。なので、皆さん、自分の生活を守るため、自分の生活が崩壊しないために、もう、できる限り人に、プロに頼ってみてください。なので今日僕がこの動画を撮ろうと思ったきっかけというのはその言葉が、きっかけです。コメント欄とかでも今ずっと見させていただいてるんですけども、本当にしんどい思いされてる方もいらっしゃると思いますし、やっぱり精神的に追い詰められると物事の思考っていうのがですね、やっぱりどうしても広くは取れないんですね。もう視野が狭くなるっていうんですかね。これって片付けでも同じようなことで、やっぱり仕事頑張りすぎてだったりとか自分のことをおろそかに後回しになってきて、どん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 やっぱり視野が狭くなってくる、考えが狭くなってくる、偏ってくるっていうのが一番の原因だと思うので、まずは気持ちを楽にするため、自分の中の精神状態を保つために、ぜひプロの方、近所の方、相談できる方がいらっしゃるのであれば頼ってください。もしいない、相談する相手がいないということでしたら、僕たちに LINE でも Twitter の DM でも構わないので、ご連絡いただければ、僕たちで分かる範囲だったりとか、ご協力できる範囲っていうのはさせていただきます。まあもちろんそれに対しても無料で行いますので、お金取ったりとか相談料とか何もいらないので、本当に思い一人で思い詰めずにご連絡いただければなと思います。僕もそういうふうに助けてもらいながら今過ごしているので、まあ助け合いの精神じゃないですけども、少しでも、僕が楽になったように皆様にも楽になってもらいたいなと思ってこの動画配信させていただきました。なんか友達と会った時も、なんか雰囲気しんどそうやでって言われて、僕たちまあ仕事とか、EV の仕事とかも全くしんどくなく楽しくしてるんで、まあ体力とかも全く問題ないんですけども、やっぱり人間って精神的な部分、気持ちの分が、ちょっと病んじゃうと、やっぱり雰囲気とかにも出ると思うので、それってやっぱり悪い方向にしか行かないのかなと思うので、皆さんも一人で抱え込みすぎずに、僕たちで良ければ僕たちでご相談させていただきますし、やっぱりケアマネージャーさんだったり、看護師さんだ、介護士さんだったりとか、プロの方にお任せするっていうのも絶対必要なことだと思います。ご友人、ご家族でも相談できる相手があるのであれば、ぜひしてください。ただやっぱりご友人、ご家族ってやっぱりこういう経験ってなかなかなかったりすることも多いと思うので、相談できないことも多々あるとは思いますので、それで思い詰められるようでしたらもう僕たちにご相談していただければなと思います。まあ、今回はこういう思いの動画、気持ちの動画をご説明させていただきました。ありがとうございました。